よーかんながら天地の息に任せつつ神への心を尽くせマスラオ。大体右手で持ちます。で、まあ、合気道でいう上は普通こう右で持ちますけども、礼をするときはこう下げます。こういう感じで持ちます。でこれはかっこいいと思うんですね。こう持つやりですね。こう持つ、いかにも仙人が出てきたって感じね。亀仙人が、なんかおったね。あんな感じになりますけど、これ普通は上はこう持ちます。で小指よりちょっと、自分のところちょっと離れたところを持ちます。あんまりこう離れたりするとこう斜めになってかっこ悪いと思うんですね。であるいは近すぎるとまだ使いにくいので扱いにくい。だいたい、まあ、一応小指から3センチぐらいのところに右足のね3、4センチぐらいでこういう感じで、まあ、気をつけの形になります。で指とこの親指とこの間に挟んでそのままこういう感じで礼します。お願いします。はい、まあ、これも一緒にこうやって礼させるとおかしいんです。これはポーズ、はい、これが最初のお互いの例になります。剣の場合は実は剣はこっち側に持ちますので、剣はこっち側に持ちますので、剣の場合ですと、剣は左手の方こういう感じで持ってこうお願いしますってことになるんですけど、一応たまにこういうのもあるけど、基本的にこっちがほとんどです。だからこっちの形でほとんど基本って形になります。でまず、まあ、自分の帯の結び目あたりの変化を持って、でこれで、まあ、相手をこう、まあ、牽制っていうかね、であんまりこう上を見に来てもね牽制になりませんね。やっぱりこう水平ぐらい、ちょっとこう前膝を曲げて、でこういう感じで一応武器ですからこうちゃんと正しい位置になるようですね。突くときはちょっと右足を、いや左足を引いて、ちょっとこっちはこっち、あんまりガチガチに持ってたら回らないから、特に前の方は楽に持つ。でこう絞る感じ。突き当たったときにもう後ろにポンと跳ね飛ばされんようにしっかりグッと出てこう、こういう感じ、ね、で引く場合、まあ、前に出る場合もありますけど、引く場合はこう引いてこう来て、こうならないよね、こう前のめりにならないよね。あくまでも胸は張った状態です。時にこの上がですね、こうならないよね。これスコップみたいにならないよ、ね。あくまでもまっすぐ、まっすぐ。どちらにしてもこうね、下がっても相手がね、まあ疲れるんだなって感じ。こうやってるんだよ。当たんないよね。ね、まあ、もちろん下も、あんまりいいね。まあ足元、この辺狙う時もありますから、これはあるんですけど、こういう感じで、で、下げて、はい、ちょっとこれやりましょうかね。まあ、今、4、6本、こういきます。
あ、上がいいな。わがままだな。あ、気持ちいい。あ、これは新たなですよね。ほんとね。ありがとう、ありがとう。はい、OK です。